そう。あとね、佐々木にはお兄ちゃんがいるんだけども、まあ、お兄ちゃんってかもう親戚とかも家族にはね、誰にも、なんだろう。まあ、ネットで配信的なことはしとるよとは言ってるけど、ここの事務所でこんな、こん、こうでこう、バーン、こういうのやってますみたいなことは言ってなくて。そう、まあちょっとちらっと配信はやってるかもね、バーチャルのみたいな感じやって、で、お兄ちゃんも、まあそこまでね、むしろ逆に知りたくないから何も詮索せんわって言ってたんけど、まさかバレた。まあお兄ちゃんに、最近やっぱちょっと、YouTube とかで出てくる回数が多いよなっていう話が出てきて、で、あ、そうなんやってなって、お兄ちゃんがちょっと探ってきたよね。探って、配信上でも普通に、そのまんまの感じの声で、関西弁で話してるって聞かれて、で、ゲームやんなって言われて、あ、せやでって言って、お兄ちゃんもゲームが実は大好きやねんけど、もうお兄ちゃん譲りなんですけど、うちのゲーム好きは。で、俺めちゃめちゃ最近気になってるゲームがあって、やりたくなったから YouTube で検索かけたんよなって言って。で、あ、やべえって。そりゃお兄ちゃん譲りだからゲームの好み絶対お兄ちゃんと被っとるよなって思って。え、ちなみにそのゲーム何って聞いて。そう、いや絶対お前やと思ったんやけどさって言って、やべえって思ってとうとうバレたかって思って、絶対これお前よなって言って見ちゃったんだよ。 Life is Strange シーナ、それシーナめちゃめちゃ笑ったわ。いや、シーナちげえうちじゃねえ、お兄ちゃんお兄ちゃんもうちとシーナの声は間違えるのかって思って。そう。って。いや、それうちじゃないって。めっちゃ友達だわそれって言って、え、これお前じゃないの絶対お前やと思って見るの嫌なってブラウザバックしたのにって言われて、かろうじてまだバレなかった。だがすぐそこにもうお兄ちゃんバレが来ているねっていう面白いエピソードがありました。いやー、シーナと間違えだよ。よくね、リスナーさんからもさ、なんかシーナとの声の聞き分けができないです、みたいなのを見たりとかするからさ、お兄ちゃんにまでそれ言われたらさすがに似てるんやろうなーって思った。よかったー。バレてなくて。